こんにちは、トイズガオーです。はい、6回にわたって、こちらのガンバライドカードがたくさん入っているバインダーをね、このカードをいっぱいご紹介してきましたが、今回ね、ちょっとその感想とまとめというか、自分なりにね、思ったことを話したいなと思います。はい、これね、まあ、ガンバライドカードという、ここにロゴがありますけども、この今でいうガンバライジングのその前のゲームなんですけどもね、まあ当初はこのカードを使って、バトルをねやっていたと。まあ読み取り方はどういう読み取り方だったかはわからないんですけども、 このバーコードか、このバーコードかね、どっちなのかわからないですけども、まあこのカードを使ってバトルをしていたということで、そのね、ゲームのことはわからないんですけども、まあ、ディケイドライバーはこのね、ここのバーコードを読み取って、認識しているので、これで、まあ、例えばね、この新1号だったら、これ仮面ライドなんですけども、まあ、変身用ですね。で、仮面ライドで1号と音声が出て、で、これはアタックライドなんですけども、まあ、アタックライドはほぼ、どのカードも共通しててですね、ここもそうなんですけど、全部バーコードが一緒なんで、ディケイドライバーにセットした時も同じ音声が全部鳴ると。ほぼ一緒ですね。はい。なので、まあ、アタックライドはほぼ一緒で、まあ、仮面ライドはいろいろとありますけども、平成ライダーの場合は仮面ライドでも、オリジナルのね、変身音が鳴ったりとかするんですけども、昭和ライダーとかだと、まあ、この場合、1号の場合は1号って鳴るんですけど、鳴りますよね。鳴ってたよね、確か。ちょっと、もう一回。仮面ライド。1号。はい、鳴りますね。ネオディケイドライバーでも仮面ライド1号、はい、なります。はい、仮面ライドの場合はこうね、ライダーの名前まで言うんですけど、アタックライドだとやっぱ他のライダーとも共通しているので、まあ名前はならないと。で、まあね、これ鳴らしていく上でいろいろとおかしなことが起こったりもしたんですけど、まあちょっとその辺ピックアップしてみると、はい、このアタックライドアギトのカード、こちらをね、まあディケイドライバーだとアタックライドアギト、はい、アタックライドアギト、これが鳴るんですけども、これをネオディケイドライバーに入れると、エグゼイドの仮面ライドの音声が鳴るというね。で、このネオディケイドライバー付属のカードのエグゼイドの仮面ライドのカードを見てみると、はい、このね、バーコードが一緒ということになってますね。はい、これはね、なぜなんだろうとずっと考えてるんですけど、まあやっぱこのガンバライドカードっていうのがね、まあ今後世に出回ることはないということで、まあそれに持っている人も少ないだろうということで、バンダイさんはね、このままエグゼイドで行こうということになったのかなと。はい、まあこれエグゼイドだけならいいんですけども、まあ、他にもね、いろいろとあるんで、あとね、まあ、ここに、この辺にある、ファイナルライドのカードですね。電波人間タックルとかね。ありますけども、これをまあ、まあ、ディケイドライバーだと普通にね、ファイナルライド。
はい、ファイナルライドとなるんですけども、これをネオディケイドライバーに入れるとファイナルアタックライド、はい、ファイナルアタックライドの外務、これちょっと探してみますね。はい、ファイナルアタックライドの外務、はい、ぴったりとバーコードが一致しますね。いやでもこれね、ファイナルアタックライドに関してはこのファイナルライドはいっぱいカードがあるんで、これなんでこれにしたのかなっていうね、別のものにしてもよかったんじゃないかと思うんですけども、まあ、さっきのがねアギトのアタックライドだったんでね、まあ、別のアタックライドでもよかったんじゃないかなと思うんですけども、はい、こういう一致がまたありました。でまたねおかしなカードが別にあるんですけども、はい、こちらのこの映画の入場者特典か何かのカードなんですけども、これがまあ映画のねロゴが入ってますけど、これをまあ普通にディケイドライバーで聞いてみると、仮面ライダーカード劇場版、はい、劇場版と、まあ特別な音声なんですけどもね、まあ、こういう音が鳴るんですけど、これをネオディケイドライバーに入れるとアタックライドのディエンドこれはねもうどこにも今ないですよね。まあこれからね手に入れようとするならば、まあ、ネオディエンドライバーの多分そのアタックライドのディエンドに入ってるんじゃないかと思いますけども、まあこのようにね違う音声が鳴るという、まあ誤認識でもないんですけども、まあこういうものが入っているのでね、まあこういうのをねまあいろいろと探すのが面白いことではあるんですけどもね、まあ、なぜそうなったかはちょっとわからないんでまあこれからこれでもカード多分一部だけだと思うんで、もっとカードがあるともっと面白いことができるなと思いますね。はい、そしてねまあ一部謎がありましたけどもね、このこのカード、はい、このね、仮面ライダー丸々くん、これですね、これもうねあんまりこう見せられないんですよ、あの特定されちゃったりするんで完全にこれ個人の写真だと思うんですね。これをもらうには、はい、こちらの当たりのカードっていうのがあって、で表面はこれ普通にねディケイドブラストのカードなんですけど、でまあ普通のディケイドブラストもね入ってたりして、これはね、裏面はこのようになってるんですけど、このカードの裏面が当たりになっていて、ここにね、下にシリアルナンバーが書いてあって、で、これを、まあ、これ、ここにね、ちょっと見本の男の子が載ってますけど、こういう風に自分の写真を、このガンバライドカードにできるというね、まあ、このシリアルナンバーと、自分の写真を送るとこのようにねオリジナルのカードが作れるというものだったらしいんですけどもなりきりフォト仮面ライドダブルキャンペーンというねウェブ限定と書いてありますね。はい、こういうものがあって、あ、これ裏面ね、裏面はこのさっきのこのディケイドのブラストと同じものなんですけどもね、はい、こういうカードをね、ちょっと初めてこれ見たときはね、これ本当に名前普通になんとかくんって書いてありますんで、で、ちょっとね、ネットの方で調べてみたら、こういうね、別の全然違う人が載っている写真とかもありましたんで、もう完全にこれ個人の写真なんですよね。はい、こういうね、過去面白い企画があったみたいです。はい、なので、この当たりのカードがね、はい、こっちに入っていて、で、こちらに、このね、当たってもらえるカードが入っていたんで、多分ね、この6冊全部、同じ人が、ホビーオフに売っていたんじゃないかと思われますね。まあ、これ売った方ね、見てたら、コメントでもいただければ、今何歳なのかなっていうのが気になるんでね、ちょっと、まあ、見てたら、
本人だよっていうねコメントをいただけるとありがたいですね。はい、ということでこのようにねいろいろとカード見てきましたが、まあネオディケイドライバーとディケイドライバーの比較の時にね、まあやり忘れたというか全然考えてはいなかったんですけども、このカードのねネオとQの違いをねちょっと見ていこうかなと思うんですけども、まあこの絵柄自体はそんなに違いはないと思うんですけど、この文字ですね、文字がこっちが普通のディケイドライバーで、こっちがネオディケイドライバーなんですけども。文字がね、英語表記になったというね。あとこの数値がね、まあ、これガンバライドで必要な数値だと思うんですけども。これが、これガンバライドを使わないので、これがなくなったというね、ことになってますね。あとはこの裏面も、このガンバライド仕様じゃなくなって、割とこう、文字がね、なくなりましたね。で、この、ここのナンバーとかもなくなって、あとこの日本語も英語になっていて、で、この辺のね、このガンバライドの情報なんかもなくなって、で、なんかここにね、文字らしきものが書いてあるんですけど、これが全然読めないんですよね。これなんて書いてあるんだろうなと思って。わかりますかね、これ。と読もうにも、こう文字が太くてね、全然読めないんですよね。これわかる人いたらね、教えていただきたいんですけども。まあこういう風にカードの方は変わってますね。まあ枚数的にもね、このファイナルアタックライドが1枚しかないんですけど、これスーパーベストですけども、まあファイナルアタックライドが1枚で、これ合計すると20、仮面ライド10枚と、ファイナルフォームライドが10枚と、あ、ファイナルフォームライド9枚ですね。で、このね、アタックライド、ファイナルアタックライド入れて、合計20枚ですね、これ。はい。で、ネオディケイドライバーの方は、仮面ライドが20枚で、ファイナルアタックライドも20枚。そして、ファイナルフォームライドが、10枚とね、平成前期の仮面ライダーのカードだけなんで、それで50枚と。はい、このようになっております。まあ、あとね、このネオディエンドライバーがまた来ると、これもね、また、スキャンしてみて、またね、違う音が出るんじゃないかと。またね、この6冊も、またネオディエンドライバーでやってみようかなと思いますね。まだまだこのね6冊にも楽しみは残ってるんで、また1冊目から6冊目までやるかもしれないです。結構時間かかるんでね、大変なんですけども、まあネオディエンドライバーはまだね、まだ発想がまだ先なんで、それまで楽しみに待っていたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。
ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。